に寝ぼけているのよ。みっともない。子分だから何なのよ。文法めちゃくちゃよ。次は科学でしょ。早く科学実験室に移動しないと怒られるわよ。まだ寝ぼけてるの？私、森本君を見ているから、神岡君、保健室の先生を呼んできて。何が？ただの偶然じゃないの？判断の材料になるものが何もないのよ。今そんな憶測を言っても意味ないでしょ。神岡くんじゃない
別にいようってわけじゃないんだけど、みどりちゃん元気？どうしたの神岡くん、汗がすごいよ。
かないの？そう、本当に大丈夫？進むくん！探したよ、進むくん。うん、本当は麻生さんを探してるんだけどね。進むくんなら知ってるかと思って。そっか、どこ探してもいないんだよね。図書館にいるかと思って行ってみたら改装中だし。うん、今週いっぱいお休みだよ。どうしたの？ところで進むくんさ、今朝のホームルームの時ペンダントみたいなものを見ていたでしょう。それ見せてちょうだい。七角形だったでしょ。え、進むくん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。つづみ、もうどこ行ったかと思ったじゃない。神岡くん。あ、アキちゃん。麻生さん、新聞部にも図書室にもいなかったよ。そっちは？いなかったよ。そうだ、神岡くんは？もう私が聞いたよ。知らないって。どこ行ったんだろうね。ところで、話を戻すけど、あのペンダントを見せてくれないかな。ペンダント？あ、私も見たい。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の。覚えてないの？1年前の事件。その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。神岡くん困ってるよ。え？
璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、神岡君はあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ今となっては。そういうもんかな。昔からある清涼学園の七不思議の一つに、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと、災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。本当？